大阪都市圏は大阪府大阪市を中心とする都市経済地域で大阪市と周辺の衛星都市とをまとめて指す呼び名である。都市圏人口はおよそ1200万人。首都圏のおよそ3分の1程度である。大阪市を中心とする都市圏を指すが、その範囲は大阪市とその隣接市を指す場合や近畿圏とも呼ぶ地域と同一の場合など用いる状況により異なる。 都市雇用圏によれば中心市に大阪市のほか、堺市、東大阪市、門増市が含まれる。その県域は奈良県、兵庫県、京都府、和歌山県に及び約1208万人の人口を要する日本第2位の都市圏を形成している。域内総生産は45.4兆円である。大阪市への流入超過人口は85万人であり。 昼間人口は354万人となって、横浜市の昼間人口を超える。大阪市の周辺を見ると、京都市、神戸市、姫路市、和歌山市などがそれぞれ中心機能を持って、通勤、通学者を休心し、各々の,の昼間人口が常住人口を超えているため、個別の都市圏を形成しているとみなすことがある。これらを連結した都市圏とみなす総務省の定義では、 大阪市、京都市、神戸市、堺市を中心市とした1.5%都市圏が設定され、近畿大都市圏と名付けられている。近畿大都市圏は、人口が1930万2746人を抱え、3大都市圏あるいは7大都市圏の一つとされる。その中でも大阪市は、業務機能の点で飛び抜けており、主座都市である。詳細は、 京阪神の項を参照。大阪都市圏の範囲は、中心都市。2015年国勢調査、上住地による、従業、通学市区町村別15歳以上就業者及び15歳以上通学者数に基づいた、大阪市、堺市、東大阪市、門真市を中心市とする都市雇用圏の人口は約1208万人。その中で、通勤率が、 最も高い自治体は、大阪府大阪狭山市の47.4%で、あり、以下は、通勤率上位20の自治体である。都市圏の変遷都市間の距離が2 0トル以内であり、人口10万人以上で、昼夜間人口比率が1以上である、大阪市と東大阪市、森口市、角間市、大東市を各都市として、大阪、東大阪、森口、角間、 大東都市圏を設定する。5都市への通勤通学者が全通勤通学者の5%以上、または500人以上の市町村を範囲とする。ありがとうございます。